今日はですね、自民党の安倍派を中心としたですね、裏金問題について解説したいと思います。まあ、自民党安倍派って言っちゃうのも、まあ、清和研究会ですかね。もう安倍さんも亡くなられてるし、そこで安倍派っていうのは、本当朝日新聞とかその辺の報道機関の、まあ、悪意を持った安倍イコール悪みたいな、あの、左翼の人たちの言説に、寄り添う、ちょっとミスリードを煽るのかなっていうふうに思います。正確な表現をした方がいいんじゃないかなと。これに関して思いました。で、他のね、岸田派とか二階派とかいろんなところでもですね、裏金問題っていうのは多少なりともあるんですけれども、その安倍派、旧安倍派の問題っていうのは派閥側の収支報告書にも載ってないし、議員側の収支報告書にも載ってないので、裏金っぽい運用をしていたのは間違いないだろうみたいな感じの流れになっていて、他の派閥のやつは派閥の方の収支報告書には載ってるんだけれども議員側には載ってないとか、逆に派閥側は載ってないけど議員側には載ってるとか、まあだから単純に記載漏れに近いような状況があるんじゃないかなということで、まあ旧安倍派が結構追及されて、まあもちろん金額もでかいというところがあるんですけれども、まあこれ政治資金規正法で立件しようとしてるみたいなんですけど、東京地検特捜部はもともとこれね、大学教授の人が、まあ、趣味というかですね、こういった政治のお金の動きをですね調べるのが趣味みたいな人がいて、この人が東京地検特捜部に告発をして、まあ、捜査せざるを得なくなってやってみたら、まあなんかいけるかもなっていう話になってると。で、森本さんっていう、まあ今何ですか、最高検の刑事部長ですか、の人がイケイケで、オリンピックの議国とか、その辺も捜査指揮してたみたいなんですけど、その人が中心となって、ゴリゴリ、まあイケイケの人らしいんですけれども、やってると。ただ、なんていうんですかね、今回の問題っていうのは、要は考えられる立法で言うと、贈収賄、あと立憲で言うと、贈収賄、政治資金規正法違反、そして所得税法違反ですね。この3つが考えられると思うんですけれども、まあ、還流してるお金がまあせいぜい数千万円、一つの議員の事務所でまあ数千万円ぐらいの値段なので、所得税法違反であるにしても、まあ、重加算税ぐらい、修正申告プラス重加算税が課される、まあ、要は懲罰的な税金が課されるぐらい、まあ、これぐらいが関の山なんじゃないかなと。まあ億を超えるようなですね額を脱税してるとなればですね、告発されて、罰金刑なり執行猶予なり、あの懲役刑の執行猶予なりがついたりとかするぐらいのレベルにはなるのかもしれないですけど、なかなかまあその辺も難しいかなと。ということで、あと贈収賄ってなるとですね、これおそらく政治資金パーティーにお金を出した企業とかが裏金になるのを知っていて、議員個人にお金を送ったっていうところまで認識してるっていう風にぐらいまでやらないと贈収賄では多分立件できないんで、多分贈収賄はかなり難しいだろうなと。だから所得税法違反も贈収賄も難しいんで、結局政治資金規正法違反でやらなければいけないと。政治資金規正法違反でやるためにはですね、お金を出してる側がですね、明確にこれは裏金だと、お前ら人帳簿に載せないで裏の金として、領収書もいらない金として自由に使っていいぞというようなことをですね、明確に指示を出してなければいけないということで、まあそれのまあできれば物的証拠ですよね、 LINE だったりメールだったり電話の録音テープだ録音だったりとかですね、そういったものがあれば容易にできるんでしょうけれども、会計責任者、まあ今もうなんかみんなノイローゼ状態になってるみたいなんですけど、会計責任者の人たちを吊るし上げて自白を取る、これだけだと多分ね、なかなか影響範囲も大きいので、それだけで公判が維持できるかっていうとなかなか難しい可能性もあると。ただなんか特捜部も大学教授からの告発を真面目に最初はそんなにやるつもりはなかったっぽいんですけど、まあリークされ、マスコミっていうかね、メディアにリークされちゃって結構盛り上がってるじゃないですか、自民党の議員もなんか裏がね作り上がってみたいな、それなのに消費税増税すんのかとかですね、結構ボロカスに叩かれてるんで、まあ特捜部はこれなんていうんですかね、そこまでやりたくなかったんだけど、ここまで騒がれちゃったらやらざるを得ないよねってなってるような気もするんですよ。だから50人増員をしてやらなきゃいけないと。で、これ何をやらなきゃいけないかと、まずですね、この政治資金規正法違反をやるためには全ての裏金の流れを突き止めなければいけないわけですよね。そうすると本当細かい何万円何十万円みたいな金の動きみたいなの全て証拠として押さえていかなければいけないんで、膨大な書類作業が必要になってくるんですけれども、この膨大な書類作業を応援に来た検事たちがせっせとやらなければいけないというのがまずあるわけですよね。で、まあそれをやったからといって確実に立件できるわけでもないので、だから大山名をしてネズミ
匹みたいな感じにもなりかねない。でもこれまで盛り上がっちゃってるから、世の中世間の特捜部に対する期待、僕なんか全然1ミリも期待してないんですけど、ただの巧妙のためとか自分が考える正義を実行して弱い者いじめをしてるだけなんじゃねえかって俺は検察に対して思ってるんだけども、世の中のまあバカな大衆はですね、拍手喝采をしたりとかしてるわけですよ。まあ、大した金じゃないんだけどね。で、まあこれはもう想像なんですけど、この間立花隆さんとの対談とかでも言ったんですけど、まず細かいキックバックのお金をいちいち記載するのがめんどくせえっていうのは一つある。あとですね、飲み会とかそういったところでお金を使うときにですね、この裏金をプールして使ってたんだろうと。昔ね、検察の裏金問題っていうのもあったんですけど、それも似たような構図、警察もそうだし NHK の裏金もそうですね。まあただそれをその私的に愛人へのなんかマンション借りてあげるとかプレゼントするとか、そういったことに使ってる人もまあ中にはいるのかもしれないということで、まあその辺はちょっと悪質なのかなみたいな話になって立件されるかもしれないんですけど、どっちにしてもですね、せいぜい数千万円から数億円一人当たりって言うと、そうするとですね、なんだろう、一生懸命頑張ってやったところで、せいぜい略式起訴して、罰金刑みたいな、金50万円とか罰金20万円みたいな話になってしまう可能性もあるんですよね。まあもちろんそのね、議員がそれやってたら、そこまで認識してたってなると、議員は公民権停止になりますけど、まあそれにしてもですね、そこまで持っていくハードルはとてつもなく高いですね。なので、まあ、本当は本音としてはやりたくないと。国税の方も、もう所得税法違反とかこっちに持ってこないでくれって多分押し付け合ってると思うんですよね。で、そう考えるとですね、特捜部意外と今回の問題に関して言うと、捜査員50名増員して一生懸命立件に向けて動いたところでですね、罰金刑しか取れないってなったら、昔ですね、東京佐賀急便事件っていうのがあったんですけど、その時に金丸信っていう人をなんとか捕まえようとして、結局略式起訴で罰金刑ぐらいまでしかできなかった。でも金丸信さんって言うともうね、昭和のこうもうドンみたいな、裏のドンみたいな感じの、また悪そうな顔してるんですよ。別にそこまで悪い人じゃないと思いますけど、悪そうな顔、世間的にはね、テレビ的には映える悪人顔していたので、もう本当に自民党の金権政治のまあ総大将みたいな感じの流れで、金丸信さんめちゃくちゃ叩かれてて、東京地検特捜部頑張ってあいつを牢屋に放り込めみたいな感じになってたのが、全然腰砕けになっちゃって、罰金刑で終わっちゃったっていうことで、検察庁の看板のね、あそこはだってあれですよ、東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番地1号っていう、まあ1の1の1なんで、そこに赤レンガの検察庁の建物があるんですけど、そこの検察庁って大理石かなんかでね、作られた看板があるんですけど、そこにあのペンキをかけられてですね、彼らはね、この、だからもう、今回の問題は、とにかくペンキをかけられないようにするためにはどうしたらいいのかってことを、どうやらめちゃくちゃ考えてるらしくて。まあ、だから、なんていうの、茶番だと僕は思います。正直、そんな大した金じゃねえし。まあ、だから、政治家もね、秘書なんかね、もう本当に、僕も政治家の秘書ですけど、僕はちゃんと働いてないですけど、普通の政治家の秘書ってマジで議員と一緒に地方暗挙したりとか、避けたくもない頭下げたりとかしてるわけですよ。だからめっちゃストレス溜まってると思うんですよね。なので、それをなんか癒すための何か、わかんないけど、領収書取れない金とかを使うために裏金を作ったんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、そんなこんなでですね、こっから数ヶ月間ね、特に1月末ですか、会期始まるの、通常国会にですね、間に合わせなきゃいけないんですよ。議員の聴衆ももう国会始まっちゃうとできないんで、だからタイムリミットもあってですね、非常に難しい問題なんじゃないかと思いました。ということで、今日のニュース解説この辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。